淀姫神社に来てます。ここは佐賀ですね、神社の一つですけども、結構大きなクスノキが樹齢、1400年クスノキでかっ。佐賀市の大山都町というところですね。で、淀姫の御事、神宮皇后の妹で、淀さんじゃなくて、豊さんですね。豊姫、ではないかと言われています。豊玉姫じゃないかとも言われている。かなり古くからある神社ですね。川上神社の金星さんだそうです。まあ、ご利益は、きっと子だからでしょうね。寂しそうな人いると思うんで、今日じゃあちょっと。いるのかな、いると思うんだけどね、私は。ここ来てちょっと独特ですね、最後の方のコマンドさんは。ちょっと上かぎりですね。参拝殿があって、参拝殿の上まで行って、あ、なんかお酒食べてます。お酒食べてます。すごいですね。これまた。順番が書いてある。どこから9が少し違います。9。あ、順番が。あ、それとそれと順番違うんだよ。順番が違うんですね。絵馬を見てきますとね、天井絵ですね。天井絵で1、2、3でしょ。3ときてこうですね。4、5、6、7、8ときて、どこに行くんだ。9、首痛くないです。9、10、11と来て、順にどこ行った？分かんなくなっちゃった。あ、こっちだ。16と来て、17、18、19、20、21、22、23、24、25と来て、ここか。26、27、28、29、30と来て、どこ行くんだ。30なんですね。30、あ、こっちだ。
31、32、33、34、35、36、37、37、くるっと回って38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、なんかこうちゃんと考えるんですね。49、50、50まで来た。8個くるっと回って、51、52、53、54、55、56、57、くるっと回って、どこに行く。57まで来たら分からなかった57、あ、こっちだ。59、60、61、20、あ、なんか地獄絵みたいでした。5、6、7、5か。なんか人生のなんかいろいろなことを面白いさ、ね、これ、こっちか、こっちだ。100万までですかね。温泉降ってなかったら分かんないでしょ。黄色い順番ですね。これはこの方ですね。1、2、3、4、ここを切って、ここもこっちですね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と来て、どこに行く15の次はどこ行くんだこれ15の壁はどこだ。16はどこだ。ここだ。ここ来た。19と来て、あ、ここ来て、26まで来て、どこ行く？こっちか。30まで来て、どこ行く？逆かな？逆だ。32、33、34、35、36、考えられてますね、これね。見方書いてないと分かんないですけどね。48、49、50、53まで来て、後ろだな。
分集合来て56、61、62、63ここなんか面白いしね。63個来てぐるっと来て、今なんか戦の様子と来て、この逆だね。通りですね。はい。の歌手ですね。